はい、今日紹介するおもちゃはこちら、スノースピーダーですね。で、見てわかると思うんですけど、こちら、はい、そうですね、はい、そうですね、AT-ATがあるからこそ、はい、この商品が欲しくなったっていう感じで、はい、4プラスで、メンヒグはスノートルーパーと反乱軍のメンバーですね。で、これ一人乗りではあるんですけど、まあ、できたらね、なんとか2人乗せたいっていう感じではありますよね。まあ、組み立てるのも見るからに簡単そうですね。はい、まあ、部品の袋が2つと、はい、説明書がね、2冊ございますね、2冊。はい、スノースピーダーの方と、はい、造形セットの方、2冊ございまして、はい、基礎ですね、組み立てます。完成しました。こちら一応2020年の前半の商品で、割と新商品ではあるんですよね。まあ、ただやっぱりね、4プラスっていうのがあるので、やっぱりあんまりみんな興味ないのかなっていう感じはしますよね。そして2019年にもスノースピード発売されましたよね。ただもう割と早い段階でプレネ化して、正規価格での購入っていうのが難しかったので、今回ねこの4プラスね購入させていただきました。そしてフロント部分にね、まあ、綺麗なプリントがあるっていうのと、はい、Y ウィングとかでよくあるような感じのキャノピーで、はい、こちらのフロントガラスも、まあ、プリントがされていて、はい、上から見ても中をしっかり確認することができますね。はい、横から見ても前から見ても割と中は見えやすい方なのかなという感じがしますね。そして、まあ、スノースピーダー自体ちょっと僕持ってないので、再現度とか言われてもちょっとどうなんだろう、わかんないんですけど、まあ、オレンジのカラーリングが結構ポイントなんですかね。まあ、結構オレンジアクセントで使われてるような感じはしますよね。そして4プラスっていうこともあって、結構割とね、特殊な部品が使われてますよね。まあ、見てわかる通り、はい、この棒パーツだったりとか、はい、このプリントパーツだったり、あとやっぱ全般的に大きい部品がやっぱり多いっていうのがありますよね。あと、スプリングシューターとかスタッドシューター系はなくて、一応まあ、ランチャーなのかな、これ、糸なのかな、ちょっとどうなのかよくわからない。まあ、糸だったらこう、糸を出して、AT-ATをこの周りぐる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 回るっていうのが、まあ、辻褄が合いますよね。はい、で、コックピットですね。なんとか2人乗せれないかなと思ってね、考えてはみたんですけど、まあ、残念ながら、まあ、1人乗り、まあ、仕方ないですよね。価格が価格なんで。はい、正面から見ると、まあ、こういう感じですね。そしてコックピット、ミニフィグをどけてみると、まあ、割と広さはあるんですけどね、頑張ったら2人乗れそうな感じはするんですけどね、まあ、一応ね、2人乗りっていう感じですね。で、ミニフィグも、まあ、普通にこういう感じで乗せてあげて、クイってね、後ろちょっとやってあげる感じですね。あと、造形セットでこういうものがついてますね。後ろから見ると、はい、赤い円盤パーツ、これを入れてあげて攻撃してあげるという感じですね。はい、そしてミニフィグ的なミニフィグ1体設置してあげつつ、はい、ここからね、発射って感じですね。発射、おりゃ。はい、弾はね、2発だけございます。まあ、10発ぐらい欲しかったですよね。やっぱ消耗品なんでね。はい、そしてミニフィグが1体ですね。すいません。こちらのキャラクター、あんまりね、ぶっちゃけね、興味がないので、どういったキャラなのかっていうのはわからないんですけど、まあ、そこまで重要ではなさそうな感じのキャラクターでしたよね。はい、ちなみに後ろの顔がフルバイザーっていう感じですね。で、表の顔もフルバイザー。まあ、口を開けた時の表情がちょっと違うっていう感じでしょうか。そして、まあ、同じエピソード5のルークと比較すると、はい、ここにルークがあるので持ってきました。まあ、服装ね、多分同じだと思うんですけどね、どうなんでしょうか。あー、なるほど。まあ、多分同じですね。2万円に入っている商品と、服が同じっていうね、まあ、結構ちょっと、あれですね。
残念かな。まあ仕方ないのかな、同じ時系列の商品だし、まあ、ループともう一人の反乱軍のメンバーって感じですね。こちらはループはね付属しませんのでご注意くださいね。あのこちらですね、はい、この2020年の AT-AT に付属してる、はい、スノートルーパー、こちらとちょっと比較させていただきますね。はい、全く同じじゃないですかね。うん。どこが違いがあるのかちょっとわかんないですね。まあ、だから、一応ね、スノースピーダーのレビューにはなってるんですけど、まあ、顔はね、もちろんクロントルーパーじゃないので、若干違うのは当然なんですけど、やっぱり服装が全く同じですね。まあどうなんだろうけど、統一性があっていいのかな。まあけど2万円以上する高級商品と、まあミニフグ、まあデザインがね、まあ使い回しっていうのはどうなんだろう。まあちょっと僕は残念かなっていう気持ちはするんですけど、まあ統一性があって逆にこれはこれでいいのかな。はい、一応ね、こちら2020年の商品なんですけど、スノースピーダー、今回のスノースピーダーに付属してたスノートルーパーね、並べてみました。まあ2020年の AT-AT に乗せて遊んでも、まあ違和感がない、むしろすごくいい感じなので、まあすごいこれはこれで嬉しいですね。はい、そして先日発売されたばかりの AT-ATと、はい、こちらのスノースピーダー一緒に遊ぶことができますよね。あ、ちょっとねカメラとあれの距離が遠いんで手が全然届かないんですけど、ほら糸さえあれば足を絡めて遊ぶことができますね。まあこれは嬉しい。キムチー、おりゃ、AT-ATを倒した気分を味わいました。はい、いかがだったでしょうか。2019年のスノースピーダーが買えない方は、まあ4プラスでとりあえず気持ちをね沈めるってことはできるのかもしれません。スノースピーダーがどうしても欲しいって方は、まあこちらの商品ね購入してみてください。ご視聴いただきありがとうございます。フォースと共にあらんことを。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画では全てのレゴマリオの動画、そして全てのニンジャ号、そしてほとんどのスターウォーズの動画を投稿しています。もし気に入ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。